右手穴の開いた岩が見えてきましたが、この岩を花栗岩と呼んでおります。そしてこの花栗岩の左上をご覧ください。右に向かって両手を合わせている観音様見えております。その観音様出演できたもので、このうちぐらいにないとこういう風に観音様には見えません。位置変わると全く別の岩に見えてきます。前方の岩を花栗岩と申します。この辺りは花蔵と申しまして、スサノオノミコトが朝鮮へお渡りになるとき、日本の八蛇で離れづらいのと仰せられたところで、離れづらいがなまって花蔵となったと申します。またこの時ミコトはここまで船出されましたが、風が少しもなく船が進まないので、岩の上にお立ちになり追い風をお祈りになりました。するとにわかに腰が吹き始め、一気に朝鮮に向かわれたという伝説も残っております。炎が見えるところ、皆様、本日は外海が荒れて一周巡りができませんので、内海へご案内いたします。本日ですね、このように外海の方は波荒れておりますので、花面失楽コースとなっております。この辺りで U ターンして、今度は宇宙の方に向かって航行していきます。では U ターンいたします。国政公園、大海岩のこの群青の海と、占いと岩礁を